5つのテーマで今年を振り返る2021静岡の現場から、今日のテーマは川勝スタイルが招いた混乱です。知事の辞職勧告にまで発展した一連の騒動は県政に激しい対立を生み、今もなお続いています。今年6月の知事選で自民党候補におよそ33万票の差をつけて4期目の当選を果たした川勝知事。過去3回は選挙が終われば対立した自民党ともノーサイドとしてきましたが、今回は違いました。ノーサイドというわけにはいかない。その言葉通り、10月の参院補選では自民党候補と対立する無所属候補の出陣式に突如として姿を現します。山崎慎之助は命の水を大事にするということを一貫して言い、私にそれを教えてくれた最高の後輩であります。知事13年目にして初めての応援演説。知事選と同じくリニア問題を争点に据えた主張で、自民党候補との対立軸を鮮明にさせました。そして投票日前日の浜松市での応援演説。御殿場市長を務めていた自民党候補と比較する中で、あの問題発言が飛び出しました。あちらは腰怒りしかない、だから飯だけ食ってそれで農業だと思ってる。浜松演習その中心、ここ経済はここが引っ張ってきた、あちらは観光しかありません、それしか知らない人間、そんな人間がですね、静岡県全体の参議院議員になってどうするんですか。ダメです。ですから敵を作り対立を煽って支持を得る川勝スタイル。そしてこの参院補選も勝利に導きましたが、行き過ぎた発言が御殿場市民の怒りを買いました。あの人はほら何でもかんない、思ったこと全部言っちゃうからこういうことになっちゃうのかな。まあでも謝罪はしてほしいよね。いや本当御殿場もういろいろいろんいいとこいっぱいあるし、物だけじゃないんで、県知事がそういうことを言うのはちょっと寂しいなと思います。県庁にも苦情が殺到し、知事は緊急の記者会見を開きましたが、大変な大きな誤解を生んでいると。御殿場市民の方に向けたのではなくて、自民党元御殿場市、市長さんに向けた難決であります。選挙中の論戦であったということをですね、ぜひお踏まえいただきまして、ご理解賜りたいと。謝罪のない苦しい言い訳が火に油を注ぎました。先ほど の知事からの発言をお聞きしまして、まずもってその中で謝罪の言葉がなかったということをやはり残念に思います。御殿場市民の心を傷つけた気持ちというのはとても消えない、そういった内容だと私は感じました。ここでこれまで幾度となく知事から暴言にも似た言葉を吐かれてきた県議会最大の自民党会派が動きます。もう堪忍袋の音が切れたということです。なんかこびたらいいことがあるんですか。職員の皆さんもそうですよ。我慢に我慢を重ねてやってる部分もたくさんあると思います。言えないけれども、そんななんか嘘で塗り固められた静岡県政がこのままでいいのか。自民党会派は川勝知事に辞職を迫る不信任決議案の提出を決意。しかし可決が見込めないため、法的拘束力のない辞職勧告決議案に切り替え、臨時議会に提出しました。言っていいのか悪いのか3秒考えれば分かりそうな不適切な発言を繰り返す知事は言語道断であり、静岡県知事川勝平太君に辞職を勧告いたします。県政史上初となる知事の辞職勧告が賛成多数で可決されたのです。県議会からきついお灸を据えられた川勝知事は、
極めて深刻に受け止めております。来年は生まれ変わったような人間になってみようと富士山に誓いました。知事は12月議会の冒頭で謝罪。学歴に対する差別というのは私はさらさら持っていない、わけでございます。以上です。辞職はせずに自らの行いを猛省するとした知事ですが、県議会では自民会派からの強烈なやじがやまず、ノーサイドとは程遠い状態が続いています。